言えない言えないよ。舞台見に行けなくて号泣しました。堂々としてた、堂々としたからね、もう堂々とすることに全力を注いだから。めっちゃ緊張した、もうねめっちゃ緊張した。隣の女の子が泣いてた。いやもうね本当にすごかった。本当にすごかったです。本当に私お芝居するのがめっちゃ久しぶりで、それこそ本当にめっちゃ初期にやった舞台、イコラブの舞台、ガールフレ、ガールフレンドカッコ仮ぶりちゃんとねお芝居するのがでですよ。で今回の4月は君の嘘朗読劇決まりましたってなって、周りのね皆さんが毎日違う、メインのキャストさんは毎日違うんですけれども、その中にもうとっても有名な皆さんばっかりの中に突然の大花突然の大花で、これは絶対に頑張らないといけないぞってなりまして、もういっぱいいっぱいいっぱい練習しました。本当にとても良い大葉花でした。よかった。お疲れ様でした、お疲れ様でした。本当にね語彙力がなくなっちゃうわ。の稽古自体は皆さんで合わせる稽古自体は本当に少なくて、そんな少ない中で私がほとんどお芝居したことないから、演出の香里さんがワークショップやりましょうって言ってくださって、でワークショップを開いてくださって、でそれでいろいろ教えてもらって、その時にでそれを意識して自分でめっちゃ練習しました練習してイメージしてイメージしていっぱい考えて向き合って今日を迎えたよかった、無事終わって本当によかったです。もう不安でしょうがなかったの、もうどうしようどうしようどうしよう、あ今泣けるあ本当にね、もう昨日の夜悪夢見たもん悪夢見た、なんかもう歯が抜ける夢見たで今日の朝歯が抜ける夢占い調べたら、なんかもうめっちゃ嫌なめっちゃ嫌なねことがね書いてあって、もう最悪だって思って、でも今日無事終わって本当によかった、涙出てくる何泣けてきた最初はそわそわしてました、でもはなちゃんの大勢を聞いて一気に引き込まれてしまって、本当に私のファンのね皆さんにもね本当に緊張させてしまって申し訳ないです一緒に緊張させてしまってね、私がもう緊張するばっかりつぶやいてたからさ、みんなもさめっちゃ緊張しただろうなって思って、そこは申し訳なかったなって思いました。あなあそわそわね、私も歯がボロボロ抜ける夢見続ける日があった、そわそわされそうってお疲れさまお疲れさま、うん、あの距離で
あの時間花ちゃん見てたの初めてかもしれん。なんとそうなんですよね、公演自体公演時間が2時間ぐらいあったので、皆さんいかがでしたか？と内容を知らずに見たけどタイトルの意味が分かって感動して、おー第一声からすごかった。もうね第一声緊張した、もうねみたいな感じです、感じでしたね本当に。白い衣装めっちゃ可愛かった。あそう白い衣装ね、めっちゃいろんな衣装が置いてあって、で何着かいっぱいあったんですけど10着以上あって、かおりちゃんの衣装がで、私はその中からパッて見て4着試着してみて一番似合ったのにしました。なんかね大きい襟がついてて下がふわってしたワンピースで、ちょっと短い丈で中になんかレースのものを着てる、あそうノースリーブ、ノースリーブのタイプは初めてだよって言われました。短いの初めて、そうなんですか。周りの皆さんがね教えてくださった、楽しかったよって。昼だけの予定が夜も見られて、あら幸せ、 ありがとうございます、たくさん頑張ってね。お母さんの気分のドキドキよりストーリー展開のドキドキ、あ本当それならよかった。最初のセリフで女優だと感じ、いやいやいや緊張しちゃって、私はかぼちゃって唱えてた。みんながかぼちゃになってくれた、無事に幕閉じてよかった、無事に閉じてよかったです。本当に終わった後皆さんからの感想のツイート見て、あ大丈夫だったんだって思って安心しました。大丈夫だったかなってめっちゃ不安だった。終わっても不安だったもん、どう思って見てたんだろうと。長時間集中すごいね、かっこよかった、かっこよかったのに。原作漫画見ようかな、あそうね原作漫画ぜひぜひ、もう今回の朗読劇では描かれてないところとか、これは11巻最後の巻です。よいしょ、先輩にずっと推しが舞台なんです今って話して、今推しが頑張ってるんですって言ってた、ありがとう。今日きっかけで原作ちゃんと見ようと思った、さっきも読んだか。かおりちゃんがバイオリンを自由に弾いてる時の表情しびれました、表情ね緊張してるって聞いたけど第一声聞いて驚いた、堂々としてるしまさにかおりだってよ、 ありがとう。朝起きて歯抜けてなくてよかったよ、本当にお疲れ、抜けてなくてよかった。かなり美味しかった、かなり美味しかったよ、ローソンで買った。良すぎて、良すぎたしか言えない、良すぎんじゃん。役に入れるか第一声決まるって。ピアノバイオリンが気持ちよすぎて寝そうでますね、すごいですよ、生演奏だったんですよ今回、ピアノってねバイオリン。いやピアノとバイオリン生演奏でね、すごかったですよ、だってさ毎日ね変わるわけですよ、構成と香りが変わる中でそのセリフに合わせてね弾いてくださるんですよ、めちゃめちゃすごいですよね。夢で
で朗読劇行った役に入り込んでいくはなちゃんが最高の役者さんでした。何も知らんで言ってやられた。やったねー一緒にやってた。怖かった。よかった。悩んだの。なんかレースっぽい長い袖のワンピースも履かなくてよかったの。履かないねって。であとシャツ、シャツワンピースの短いのと長いの2着あって、それも試してみて、それは結構なんか元気な感じ、サバサバしてる感じで、私が着たのがちょっと可愛い感じ、可愛い感じでしたねあ、金髪がすごくステージで入ってて生えてたよってプロジェクションマッピングがさ、後ろ映像流れてたんですけど、そう、それがねすごくて、そう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 、お母さんが見に来てくれてたんですけど、そう、金髪がそのプロジェクションマッピングの色によって変わって、なんかすごかったって言ってましたツイートでもね見かけました。はなちゃんの金髪がいろんな色になってた、ピンクっぽくなってたみたいな、プロジェクションマッピングで。なんと私はわからなかったから皆さんが見てくれて、こうやってなんか心情とともに色もね変わってるんだって。イコラブちゃんもたくさんいて、そうなの、みんながね見に来てくれて、そう嬉しかった。なんか終わった後に会えたメンバーもいるし、まあ、みんな終わった後に会ったんだけど、始まる前とかにも会ったメンバーも数人いて、もうね終わった後、昼の部終わった後もう会ったし、会うのめっちゃドキドキだったもん。だってさ、終わってさ初めてじゃん、なんか感想聞くのどんな反応だってめちゃめちゃドキドキしたんですけど、みんながねすごい褒めてくれたから、あ大丈夫だったんだって思って、もうめっちゃ安心しました。本当に夜公演の前にもうアンナとマイカに会えて、あのパワーをもらって行きましたで終わった後もね来てくれて、もうねマイカがめっちゃ泣いててもう大号泣でしたね。マイカちゃんが見せてあげたかった皆さんに見せてあげたいぐらい、もういっぱいもう感情豊かに見てくれて嬉しかったです。ありがとう。アンコロ先生も保護者かのように見てました。アニメは全部見た。見ましたよね。もう聞いてくださいよ、速度制限になった話。もう一昨日ぐらいに速度制限、あの残り1ギガですってメールが来て、なんか迷惑メールかなって思ったんですけど、いや本当だったの。迷惑メールじゃなくて1ギガです、待ってくれって。めっちゃ久しぶりに速度制限が来て、なんか容量、携帯を変えたタイミング、めっちゃ前なんですけど、全然速度制限になってなくって、でめっちゃ久しぶりに速度制限が来て、なんでやって思ったら、外で4月は君のそのアニメを見送ってたから速度制限が来ちゃった。あは来ちゃいましたね。でもね今日で終わりだからね、速度制限今はね Wi-Fi つないでるから、いっぱいコメント面接中に応援してたよ。あ、パンフレットのコメント、あパンフレットねいただきました。私もまだ、ね、ちゃんと読んでないけど、これですね、てってりー、私もコメント悩みながら書きました。
このさ主な出演作に書いてるのさもうめちゃめちゃ古い主な出演作めちゃめちゃ古いめちゃめちゃ古いやないかいいと香里ちゃんも金髪だからもう香里ちゃんだって。そうなんですよね、いや香里ちゃんがね私の演じた宮園香里ちゃんなんと金髪なんですよ。同じです、唯一のなんだそういうのなんていうな唯一の似てるところ同じのところめっちゃ同じのところ金髪でもロングじゃないんですでもおろしにしました。香里ちゃんがおろしのことが多いのでおろしにしました。髪型めっちゃ迷ったんです、なんか髪かぶっちゃうかなって思って両耳かけしました。蛍の光お歌が上手すぎてありがとうございます。緊張しましたね、蛍の光ね。あ、兼任オタクです、今日は嬉しかった、 ありがとうございますマークちゃん泣いてるの目撃したよ。あらほんま見ちゃってるたのねいや今夜行場乗ったら隣の子のみおいしの子のいみちゃんの、のいみちゃんのコンサートね今日、そうそう同じ日だったんですけど私がレッスン場で一人で4月は君のその練習をしてって、でのいみちゃんもねレッスンコンサートのレッスンしてて、私のやってるったところにあのチョコモナカの2人が来て、あの電子レンジ使ってもいいですかって来て、いいよいいよって、そう私行けないんだよのいみちゃんのコンサート、そうですよね同じ日ですよね、私たちも行きたかったですって言って、お互い一緒に頑張ろうねって言って励まし合ってました。無制限にしてくださいってねねえとか言って、原作も好きなのですが完全に花ちゃん香里ちゃんになってて役に入り込んでいきます、ありがとうございますあそうパンフレットにねコメントがね載っています、ぜひ読んでください、かんいっぱい考えて書きました読みました、ありがとうございます。好きなキャラクター誰ですか。でもね椿ちゃんいいですよね、椿ちゃん、いや椿ちゃんの私さアニメでさ椿ちゃんのさ椿ちゃんのエピソードを見た時泣いたもん、椿ちゃんのエピソードは本当に切ないし胸が苦しくなるし、あのギュってなる、胸が締め付けられます。終わったんどから今日の配信のハルちゃん表情豊かだね表情豊かにねしてたんで表情豊かすぎてマイクがねもうどんどん上がってきちゃって、もう夜声の時なんかもうマイクがもうこの辺になっちゃって、あマイクみたいな、マイクがもうリハの時から上がっちゃって止めてもらったんですよ、こうやってペッペッて、でもね夜公演までもう取れちゃった、ポヨーンってマイクが取れちまったぜって、何ってコメント、え今で同一人物とは思えない終わった瞬間もね、あすいませんみたいな本当に真逆すぎましたね、本当に
めっちゃもうかおちゃんがすごい天真爛漫な子で、もうめっちゃ元気元気100倍みたいな性格の子なんですけど、私、まあ、今すごい元気100倍元気100倍だけど、まあね、根っこがめちゃ暗いから、猫めちゃ暗根っこめっちゃ暗いからさ、こんなね金髪とかしてるけどさ、中身全然違うからさね違うからさ、もう頑張るぞって感じでしたねと、昼ラスト泣くの声出したらあかんと思ってめっちゃ食いしばってたみんながさどんな目で見てるのか全然分かんなかったもん、見てなかったもん、もう空を見てた見たら多分なんかあれだって、違うことをなんか考え出したら終わりだって、私は今宮園香里なのよって思いながらやってたからね、みんながどんな顔でね見てるのかね分かんなかった、ちゃんと見てくれてるかなとかどこが演じてて楽しかった？あ、怒ってるシーンとかかな、怒ってるところ、怒りと悲しみ、最初やった時稽古やった時、怒ってるのはめっちゃいいって言われた怒ってるのめっちゃいいよって、怒ってるのやりやすかったですと、なあ、ほのぼのエピソード、最後のピアノ奏者さんの1音鍵盤叩く瞬間が素晴らしかった、もうすごいですよね、めちゃめちゃ感動しました、すごかったな、原作ファンだけどもうありがとうってかね、ありがとうございます、そんなこと言っていただけるなんて感謝感謝です、花ちゃんが花ちゃんじゃないみたいだった、香里ちゃんだった、ああ椿ちゃん、あでもアニメ今回の朗読劇には出てないんですけど、アニメの中で椿ちゃんの親友的なポジションで柏木っていう女の子の子がいるんですけど、いいですよ、なんかクールなイケメン女子みたいなめちゃめちゃいいキャラしてる、渡り知ってたのかお前お前ってなった、たけしもえみもいい子、みんないいキャラしかいないいや本当にあれ、木枯らし、ショパンの木枯らしっていう曲、なんかすごいネタバレみたいな話にしてるショパンエチュードオーバス25-11木枯らし、木枯らしがすごかったすごすぎました、本当にすごかった、もう圧巻でしたね、もうあの最初その定点映像でこんな感じですみたいな送られてきた時に見た時、えめっちゃすごいめちゃめちゃすごい、びっくりしましたね、圧巻でしたね、石板8層7だった、87だふふふ、うん、ディーン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 いやはや、印象に残ってるシーンは、印象に残って、全部、あでも私めっちゃ好きなところがあるんですけど、言っていいのかよくわかんない言っていいのかと、音楽では泣きました、
東京行くの臆病だったけど本当にいい劇だ、オーラオーラってありがとうございます。キックしてた、キックしてましたよキックリハの時にキックしたらめっちゃキックしてたねってって言われました。めっちゃキックし、もう、ね、もう想像で練習してた時にかおちゃんだったらめっちゃキックしてるんだろうなって思ってめっちゃキック しちゃいましたね。いやいいですよねいいですよねあ、クラシック曲興味出た。クラシック意外と結構聴く機会多くて、それこそ宝塚好きだからめっちゃクラシックの曲ね、よく馴染みありますね。だからそのサウンドトラック、このアニメのサウンドトラックがあるんですけど、それをずっと聞いてました。座ってる時の花ちゃんこのまま泣くんじゃないかってくらい険しい顔してたはははいやね、久しぶりにこうやってお芝居のお仕事を私ずっとしてみたいってしたいなって思ってたから、こうやってお話が来てこうやって機会をいただけて本当に嬉しかったです。またいつかできたらいいなって、そんな気持ちでいっぱいでございます今日の口紅はこれリリミューを使いました。今日はリリミューと最近買ったなんかなんだっけ、ビセのなんかプランプリップみたいなのをつけました。えっ、大場さんの演技に引っ張ってもらったって褒めてます。ありがとうございますありがとうございます本当にね、私もすごいもうたくさんお世話になる、もう本当に何にももう何にもわからないみたいなやつがやってきたわけですよ。そんな中でね、もう本当に相手役の高橋健介さんがすごいね、いっぱいサポートしてくださって本当に感謝の気持ちしかありません。本当にありがとうございます。もうずっとこんなだった真逆、もうなんか真逆ですね、性格がなんかかおちゃん向こうがかおちゃん、私の方が構成っぽいですねえっと昼公演から、あ、博多のお家に帰宅、お疲れ様です。対面お話し会で話さなくてもいいからキックしてください頭突きキックなんだっけ、ビンタポストカードの花ちゃんが選んだセリフ、アイドルに通じるものがある。そうなんですよ、初日の吉田彩のクリスティさん、乃木坂46さんのもう同じセリフをね選んでたんです。でそれをね、スタッフさんが、今回の4月は君の嘘の制作のスタッフさんが教えてくださって、やっぱりアイドルだから同じことを考えてるんですかね、同じところから、お尻も同じところまででしたよって言ってくださってねそうなんですかってびっくりでした。感動してる人がたくさんに行きたかったなって、また花ちゃんの演技見たい、またいつかできる機会があったらやりたいですね。で本当にもともと舞台見るのめちゃめちゃ好きだから、でも自分がさ実際演じるってなるとやっぱなんか思い通りにいかないなってめちゃめちゃ今回思ったし、あ、もっとできるようになりたいなって思いました。なんか自分の課題がこうやってやることによって分かったから、なんかすごくいい経験に
なりましたね。西の下りが好きでした。あとか言って私も大好き、そこ私そこが好きだよ、西の下りめっちゃいいよね。あそこ、あそこのセリフがいいですよね。そこのセリフがめっちゃあの好きなところがあるんですと。演奏してる時の表情と動きが大好きすぎた。いやそこね、ね、ちょっとあのねやってしまいましたねいかにも演奏しているよみたいな顔でやってました明日から新社会人なので、はなちゃんのショールを見てパワーもらえて頑張れ新社会人の皆さん、ファイトだ、一緒に頑張りましょうね。4月だよ、4月。そう、学んだこと1、4月じゃなくて4月なんだってだから4月は君の嘘なんだって。4月は君の嘘じゃなくて4月は君の嘘って教えてもらいました。2月も2月って言ってたけど、2月がなんか正式なんだって。イントネーションホゲーって、ホゲーまあそう、本当に周りの皆さんが声優さんで、あの本当に上手くて本当に皆さんめっちゃ上手で、すごすぎるって、もうなんか頑張らなきゃみたいな私このままだと浮いてしまうぞ、めちゃめちゃ頑張らなきゃいけないぞ、オーバーだ頑張れよっていう感じで頑張りましたね。と、初演技とは思えないぐらい堂々としました。もうね、堂々と稽古場でもう全然堂々とできなくて、もうきでもみたいな顔してたから、もうなんか瞬きが多いって、目を見ましょうって、はい、目を見るみたいなもう堂々とするっていうことを一番意識しましたね。だふふふ、最高だったのでスタンディングオベーションするしかないってなった。あね、皆さんありがとうございます。びっくりしましたびっくりしました。昼公演の時に2回ダブルアンコールで登場させていただいて、ちらほらちらほら立ってくださってありがとうございますで夜の時は皆さんもう最初から、おー最初からって皆さん続々と立ち上がっていただいてすごかったです。なんか初めてなんかおーみたいないつもさ、なんかそのね、私はスタンディングオベーションする側だったからさ、わーってなんかそわそわしちゃいましたね。嬉しかったです。いやはや自転車のシーンめっちゃ自転車のシーン難しい、やっぱね楽しい方が難しいなって思いました。楽しいイエー感じのが難しいですね。楽しいって難しい、怒り悲しみのがパーってできるから楽しいと難しいと思いましたね。昼公演最初出てきた時堂々としてる姿見て泣いちゃったああ明日から何も変わらないけど、はなちゃんからパワーもらいました。
日誕生日の人おめでとうの、え、待って、そんなことが本当だ、伊藤彩紗さんのところにイコールラブさんのファンなので大場花さんと同じ役を演じられるのがとても嬉しいですって書いてある。私ツイッターフォローしてくださってるの知ってますよ知ってますよ。私レビュースターライトも見てたし、宝塚好きですよね、一緒だって思っていつも見てますの定点映像で私も見たんですけど、もうめっちゃ素晴らしかったですあ、声優さんはさすごいですよね、なんかもう分かる、何、感情がさ声色でさもうすごくもうはっはっみたいななるからさ本当にすごいなって思いましたね。第一声、あれ？これって本当に花ちゃんって思った。いや声さ、声さ、声こんなんじゃないですか。普段喋ってる声がなんかふにょふにょみたいな声だからさ、ねえ、そこももっとちゃんと喋れるようになりたいなって思いましたね。なんかみんな立ってたからカーテンコールか、私ダブルアンコールって言っちゃった、コンサートみたいに言っちゃったカーテンコール、マイクがさイヤモニみたいにさこういう耳にかけるマイクでこうつながって腰でカチンってするマイクだったからさ、いつもみたいにイヤモニを外す癖でさ、なんか普通の廊下とかでさ外しちゃいそうになってさ、あって言っていつもの癖が楽屋に行って撮りましたともう万能すぎる推しがいて幸せ、大場花しかですかね、よかった、本当にまた演技の仕事あるといいね。ね、今日もね来れなかった皆さんにもまた私も皆さんに届けられるように頑張りたいと思いますので、どうぞどうぞよろしくお願いしますと、ふふ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 ふ、みんなのね感想のねツイート見てね、よかったって思いましたね、安心しました本当にありがとうございます、皆さんからの感想が私の励みやで昨日もねモーメントいっぱい更新しちゃって、もう不安で不安でさ、いても立ってもいられなかったからさ、これはでも言わないと無理だよって、私はもう言わせてくれって私の感情をドカーンって打ちました。そしたらみんなが大丈夫だよって、なんか香里ちゃんのセリフかのようなコメントがいっぱい届いて、みんなかおちゃんじゃんって思いながら見てましたと、大橋さん今日ネイルオレンジだった、そうなんです、教えてくれました、えみちゃん役の
そうオレンジ、今日オレンジなんです、オレンジだってくださいました。客席からね、オレンジ目立ちますねオレンジ目立ちすぎて笑っちゃいそうになっちゃった、オレンジだオレンジやってなりました。でもシュッてしてたオレンジやないかってだ熱出てしんどいよ、慰めの一言じゃね、安静にするんやで、治ったら美味しいもん食べようね、お疲れ様ってありがとう台本蛍光塗料かなんか塗って、いや本当にあのさ蛍光ペンで自分のさところをね印でつけてたら、暗くなったら蛍光ペンで記したところがめっちゃ光ってて、めっちゃ光ってるって思いました。なんかすごい光ってた、見えました、なんか台本の中身とかめっちゃ書き込んじゃって、すごい喋ってる、今何時なのか分かんないけど、なんかいっぱい喋ってるし、いっぱい多分もありがとうございます38、あと20分しかないじゃん光ってた、光ってびっくりしちゃった、え、めっちゃ台本光ってる、リハの時にめっちゃ光っててね、びっくりしちゃった、台本が輝いてましたね、もうめっちゃメモっちゃって何が何だかよく分かんない台本になってますね最終的にでも私さ台本さ毎日持ち運びすぎてさ、なんかボロボロになっちゃってさ、なんかこのここのさ部分がさハゲてんのよハゲててさ恥ずかしかった、うん、知らないや、ね、ハゲてるハゲてました、これね、ポストカードてってりん、これセリフはこれです、みんな怖いよ、舞台に上がるのは失敗するかもしれない、全否定されちゃうかもしれない、それでも歯を食いしばって舞台に上がる、何かに突き動かされて私たちは演奏するんだ、です。私も舞台に上がるの怖かったですあ、やっぱさライブとかさ慣れてるからさ、まんまさ緊張しなくなったけどさ、慣れてない舞台に立つっていうのはもうめっちゃ緊張しますね。2部はあんまり緊張は、昼よりかは緊張しなかったかも。でも待ってるところが緊張した、なんか喋り始めたら緊張飛んでいくけど、待ってる時めっちゃ緊張した。終わってから台本両手で抱えてるの役なのか癖なのかわからない、あ、なんか台本の持ち方とかはなんか役っぽい感じでやってましたね。朗読劇のために買ったのど飴見てください、このなんか強そうなのど飴なんか最強ののど飴らしい、宝ジェンヌを使ってるって書いてあったのだめ、なんかイオさんとかもこれのシロップよく使ってる。でもねこれね美味しいんですよ、なんかね甘いハーブみたいな感じ、美味しい、これなんか美味しくなさそうって思って買ったけどさ美味しかった、舐めとこそう、台湾の苦そう、苦くないんだよこれが、龍角散
とはまた違う、ね、龍角散はめっちゃハーブっぽいけど、これはなんか甘いシロップ、なんかビワのなんか成分が入ってるんだって。だからね、甘い。顔ボロボロすぎでしょ龍角散ね、のどあめ売り切れてるってね。マイカが泣いてるって分かるくらい客席、あ、なんかマイカはあの終わった後に来てくれたんですよ、裏に来てくれて泣きながら来ましたね。緊張した時はほぐすため何かしますか？なんかでも始まる前はなんかちょっとなんか揺れてましたストレッチ的な感じでなんかこうやってしてたら余計緊張しちゃうからゆらゆらしてましたね。タワーメモっとこう。タワーをメモります。タワーを投げてくれたのは誰だい？はーい、タワーを投げてくれた方ぜひコメントで教えてくれたら幸いでございます。誰だろうかな、教えて教えて。誰も教えてくれない。タワー投げてよってコメントしてごめん。最後になんとか側で泣いたシーンが本当にグッときた。お泣き何に投げたなろ、投げた、何、誰が投げた、誰が投げたのかコメントしてください。なろ、え、まさまるはこれ投げたってことですか、投げたってことなんですか。喧嘩売ってる人みたいな喧嘩売ってる人みたいになっちゃうじゃないか。しげとらけいなろ、投げた、まさまる G2 しげとら、なろ、としたか、けい、まさまる、 G2 他にいらっしゃいますでしょうか蹴られるやつ頑張ってるな頑張ってるな、おい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 、かおちゃん出てきちゃうから。あきららさん、あきらら7位までの方、しげとら、あきらら、なろ、まさまる、けい、G2、としたか、お、オーケー、7位までかな。あ、また誰か、あ、あきらてさん、あきらてさんありがとうございます。今抜けました、ありがとう。なんとね、何がなんとなんだ、明日はですね、なんとお話し会なんです。明日と明後日お話し会なんですよ、皆さん、お話し会です。明日早起きしなきゃ
ひひひひひひひ、この司会だよ。何話します？何話します？当日券もと、あ、当日券あったね。感想すぐ言えたね。じゃあまた次の時にお話ししに来て、いつでも待ってるよ。明日、明日、明後日がお話し会で、その次の日がサイン会かな。アマゾンで、あ、そう、アマゾンで買った、私もこれ雨あ、負け組感想聞いてください。感想いっぱい聞きたい感想いっぱい教えてね。メイクとか髪超頑張った、嬉しい、ありがとう。たくさんお疲れ様させて、ありがとう。明日今日嬉しい。入学式の付き合いってくるのもいいじゃないか。今日見て今度お話が行きたいなって思ってました。ジャンボリーミッキー踊っていいかって、いいよいいよ泣いちゃいそう。泣いちゃってもいいよ。いつかお話が行くからね、行くからね、待ってるぞ花込みもよかった、ありがとう。花込み昨日ね更新されました。花込み見てくれた？花込みは今回はツアーの話を書いたんだけど、あのなんかペンをねまた変えて、ペン変えすぎやろってペンをまた変えて、今回はなんかベターって感じのペンにしてみました。ツアーの話、ツアーのリハとか映像撮影とか、まあ私の今回なんか私の話が多かったかな、私の話が多かった。遠征中にも書いて、そうなの、なんかね大阪と名古屋の間が一日休みで、名古屋に前乗りして泊まったメンバーが何人かいて、でそれで何人かのメンバーは名古屋に観光しに行ってて、私はその武道館の絵を終わらせたかったからホテルにこもって書いてまして、でコンビニ、あ、自販機に飲み物を買いに行こうかなって言って外出たら、ちょうどいおりが帰ってきて、あ、今行ってきたって、え、コンビニ行かないってなって、コンビニ一緒に行って、でその後いおさんがお部屋に来て、その自販機で会ったタイミングで、あ、もしかしたらこの後いおさんが私の部屋に来るかもしれないって思って、部屋をねもう荒らしまくってたんですよ。どんぐらかシャーンって感じで部屋を荒らしまくってたんですけど、ちょっと片付けて一緒にコンビニ行って、で部屋行っていいって、やっぱりって思って今入るわけですよ。で汚なって言われましたね、汚なって確かに改めて片付けて行ったって思ったけど汚かった、あれみたいな、汚びっくりしちゃった、なんか汚すぎてあれねって感じ、なんか汚かった、あれさっき掃除したと思ったんだけどなって感じでしたね。で私は帰ってるから一緒にご飯食べて、で書くっつって、リオさんはなんかお布団の上でなんか見てました、なんか見てゲラゲラ笑ってましたねだヨさんも観光に行かそうで、ゆうりの部屋にね行ったら真っ暗だったの、部屋がこんな真っ暗な中いたんって、そうだよって、真っ暗だよってみたいなこと言ってましただ一日でそこまで散らかせるんだ、散らかしのね
プロなんで。そんなプロやだ。と、いや、こんな感じですかね。または後日でもよろしいでしょうか。後日でもよろしいでしょうか。ストレートアイロン何の色か、何の何色か、ヘアビューロンの 4D っていうアイロンだよ。お高め。明日早起きだからいいんだよって。ストーリー綺麗だった。何ストーリーって。何ストーリーって。ショルーありがとう。来年の4月強いよ。めっちゃ、ま、持ってくれるやん。あ、ストレート、ストレートね。アイラン、それ嬉しいって。ストレート。今日はね、あの、いつものメイクさんじゃなかったので。違う、見たメイクさんだったんですけれども、ストレートに。していただきました。舞台のように未だに浸ってる。嬉しいです、ありがとうございます。嬉しいです、もう本当に楽しかったですね。一日、いい一日になりました。なってよかったです。最終的に今私はここでこんな笑顔でショールームができてよかった。落ち込んでたらショールームしてない絶対。ってなってた。よかった、本当によかった。顔くすんでるけど本当によかった。よいしょ、ありがとうございます。もうみんなに感謝しかないな。本当にね、発表されたのがね、大阪の公演の時だったっけな、全国ツアーの時に発表されて、それから皆さんが本当に会場に足を運んでくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。またね、いつかお芝居する機会があれば、今日見れなかった皆さんもまたね、どこかで見れる時が来たら、その時はまた頑張ります。今日の感動はずっと忘れないよ。その人の心に残るように。絶対見に行きます。ふふふふふふ。今回の香里さんが、あのサナツンのバニーショーの時の演出家さんで、そう、2人で話してました。サナツンはね、今ね、ギャルのお稽古頑張ってるから、頑張ってねって、頑張るって、ありがとうって。この間ね、本当にオタクの舞台見て、サナツンがすごい頑張ったから、私も頑張らなきゃって思って、頑張りました。頑張りました。と、よし、じゃあ終わりにしよっかな。あ、56分、あ、もうあと4分じゃないか。で、4分で終わりじゃないか。イエイ。旅の恥はかき捨てだよ。思いっきり恥かこうよ。怪しい人になっちゃう。前髪カチカチだ。カチカチや。もう髪染めたんです、昨日ね、染めてきたの。だからね、綺麗です。綺麗ですよ。前髪も切ってもらったので、とっても綺麗です。ほら、黒い毛がないでしょ、綺麗でしょ。黒がなくなってる。そうなの、綺麗になったの。
やったね、気づいた。プリンも地味に好き。顔めちゃめちゃ金髪ツヤツヤで綺麗だなーって、サラーってサラサラリンサラサラ歯も生えて綺麗、よかった歯生えてきて今日嫌な夢見ないといいな。今日めっちゃ早起きしちゃったもん。なんか5時ぐらいに起きた。目覚まし一発で起きたんだよ。全然いつも起きらんないのさ目覚まし一発よ。びっくりした、自分もびっくりよぐっすり休んでサラサラリー。あ、本当に3月いっぱい本当にイベントあって、皆さんありがとうございました。またどうぞよろしくお願いしますヘアトリートメント何使ってる今は、なんだっけあれです、どれだよって、オージアのリペアリティで、新しくオラプレックスのも買いました。クラシック初心者半分くらいしか曲も多く分かんなかった。なんか検索したら出てくるよ、 iTunes とかであと数月で何月になる、4月って言っちゃうね。4月、3月、あと2分で終わっちゃう、さよなら。エプリルフール。4月は君の嘘。あはは。さよなら。ありがとう。おやすみ。また明日。またねー。パンパカパン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 、イエイ、おやすみなさーんおやすみって言ってからがおやすみならないイエイイエイ、ビッグラブラブラブ、いい。